さあ審判団戻りまして、まもなく後半戦最下の時を迎えようとしております。前半を終えましてクラブベアーズがワンタッチダウンを上げ、試合の主導権を握っている格好になっております。しかしアイランズも攻撃においても、そして守備においても非常に、見応えあるプレーが散見しておりまして、この試合の展開このまま推移するとも思えない非常に拮抗した戦いになっております。チャット内の応援メッセージありがとうございます。 SS 様応援メッセージありがとうございます。ベアーズこのまま勝利に導く形になるでしょうか。ぜひご注目いただければと思います。後半戦はクラブベアーズのキックオフで試合再開する形になります。キックオフしますのはクラブベアーズ99番の立石です。東海大学出身のプレイヤーがキックオフいたします。さあアイランズリターナーを2枚構えておりますが、このキックオフのリターンどのようにするでしょうか。注目しましょう。さあアイランズリターンに入ります。展開図らんと状況を見据えておりましたが、しかし自陣25ヤード付近からの攻撃となります。さあまず後半最初の攻撃シリーズはアイランズからとなります。アイランズボールオン自陣25ヤードからの攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10。まずランプレーからという展開でしたが、しかしこれはベアーズディフェンス陣殺到します。右オフタックル付近を掴んというランプレーでしたが、ベアーズディフェンス陣集まりまして、このランを5ヤードロスに変えております。クラブアイランズセカンドダウン15、ボールオンは自陣20ヤードです。これもベアーズナイスディフェンス。今度はクォーターバック11番プレイアクションからパスを投じんと構えましたが、そこから転じてランに変わろうとする際にクラブベアーズ4番が倒しまして、さらなるロスを奪っております。見事な対応をしまして大きなロスを取りましたのはクラブベアーズ4番の川口、龍谷大学出身のルーキーです。クラブアイランズサードダウンロングの状況になります。ここでドロープレーを展開しようとしましたが、ベアーズ68番見事に対応しこのランプレーを阻止しております。フォースダウンに変わります。クラブベアーズ68番は谷本です。神戸国際大学出身。クラブアイランズフォースダウンロング、パントフォーメーションを選択します。
このパントはプレッシャーから大きく陣地挽回には至らず、アイランズ陣32ヤード付近で攻守交代となります。さあ、ディフェンス陣の奮闘によりまして、クラブベアーズ相手陣32ヤードからの攻撃に入ります。このチャンス生かすことができるでしょうか。クラブベアーズファーストダウン10。さあ、まず中央へのランプレーを展開しました。45番のランによってその中央突破を図るという選択をしようとしたところですが、これはアイランズ5番が見事対応し、ゲインは3ヤードにとどめております。クラブアイランズの5番は山本、帝京大学出身。失礼しました、本日はナンバー変更あり、5番は花群が務めております。パス成功。クォーターバック6番、右に折りましたワイドレシーバー14番にパスを通しまして、約6ヤードのゲインとしています。攻撃権行使にはしかし至っておりません。サードダウンに変わります。パスキャッチしましたのはクラブベアーズ14番の佐藤、日本大学出身。クラブベアーズサードダウン残り1ヤード。一気にいった、タッチダウン。ここでクラブベアーズランプレーをチョイスしました。何枠45番ハンドを受けて右にカットバック、一気に独走状態になりまして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。クラブベアーズ6点追加になりました。見事なタッチダウンランを決めましたのはクラブベアーズ45番の川端、北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズトライフォーポイント。このキックはしかしゴールポストに弾かれまして、キック失敗となりました。クラブベアーズ6点止まりで13点、クラブアイランズ0点。しかしタッチダウンによりましてさらにリードを広げる形に成功いたしました。後半最初の状況を攻守において、まずそのリードを取る形に成功したのはクラブベアーズとなりました。その差13点と変わっております。その得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。さあ、アイランズリターンに入ります。右オープンに展開図らんとしまして、自陣30ヤードを超えたところまで前進し、この位置からのクラブアイランズの攻撃と変わります。さあ、なんとかこの攻撃シリーズで状況打開を図りたいアイランズ。ボールオンは自陣30ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。クォーターバック7番ハンドオフフェイクからオプションプレーで自らキープ、左オープン展開図りましたが約2ヤードほどゲインしています。クォーターバック7番は松坂、大阪体育大学出身のチームのバイスキャプテンです。こちらも大阪体育大学出身のプレイヤーが活躍しております。
クラブアイランズセカンダウン8。さあここでエクスチェンジミス、ラインからの手渡しにトラブルがあったようですが、なんとかそれは抑えておりますが、若干後退する形になりまして、サードダウンに変わります。センターからのスナップ、エクスチェンジはセンターにとっては相手のプレッシャーを感じながら行うプレーのため、ここでミスが発生します。しかしこのミスはプレーの展開前の状況ですので、チームとしては非常に大きなロスを強いられます。クラブアイランズサードダウン11、ここでホイッスル。クラブアイランズ、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。クラブアイランズとしては後半に入ってからの流れがなかなかうまくいかない状況になっております。そのプレーの選択肢を果たしてどのようにするか、その作戦のタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この配信によりまして、会場にお越しになられない方々にもこのアメリカンフットボールをご覧いただくことが可能となりました。この活動は今後も継続していきたいと方針でありますので、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。試合再開となります。クラブアイランズサードダウン11。さあここでもトラブルが発生しました。タイミング合わずボールがファンブルされましたが、なんとかそれは抑えております。しかし交代する形になりまして、フォースダウンと変わります。ややミスが続いてしまっておりますアイランズ、ある意味この急激な寒さも影響しているかもしれません。本日は10月下旬ではありますが、それまで続いておりました残暑が嘘のように非常に寒くなっております。この天候の変化はやはり鍛えているものでも大きく影響すると思われます。クラブアイランズフォースダウン、パントフォーメーション。このパントは相手陣、クラブベアーズ陣43ヤード付近でボールデッドしまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、クラブベアーズの攻撃に変わります。さあ攻守変わりまして、クラブベアーズの攻撃です。ボールオンは自陣43ヤードからファーストダウン10。さあまず手前にいましたウィングバックにハンドオフしました。カウンターを取るように82番左オープン展開を図りまして、約3ヤードのゲインに変えております。ボールを持ちましたのは82番の寺崎でした。大阪体育大学出身。クラブベアーズセカンドダウン7、ボールオンは自陣47ヤード。成功、ファースダウン。クォーターバック6番、右スプリントアウトから内側に切れ込んだワイドレシーバー82番にパスを通しまして、攻撃権更新です。クラブベアーズファースダウン。見事なパスを投じたクォーターバック6番は杉谷、大阪体育大学出身の52歳。取りましたワイドレシーバー82番寺崎も大阪体育大学出身の43歳のプレイヤーです。ベテランが素晴らしい見守りを見せております。クラブベアーズ相手陣40ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。
パス成功。今度はクォーターバック6番プレイアクションから右にムーブしまして、ワイドレシーバー82番にヒーチパス、逆をつくように82番キャッチアンドラン決めまして、約8ヤードのゲインに変えております。パスを投じましたクォーターバック6番は杉谷、取りましたワイドレシーバー82番は寺崎です。本日もこのホットラインが機能しております。クラッベアーズファースター、今度は左方向へのオプションプレーを展開。ランニングバック45番ピッチを受けました、左オープン突破しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。今度はランニングバック45番川端が地上戦で試合の主導権を取り返そうとしております。ランパスともに好調なクラブベアーズ、さあ再び追加点上げる形になるでしょうか。アイランズそれを食い止めることできるでしょうか。ボールオンは相手陣22ヤードからクラブベアーズファースダウン10。今度は中央へのプレーです。密集点に45番を突っ込ませまして、約4ヤードから5ヤードのゲインを取っております。川端非常にタフなランプレーを見せております。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。試合再開となります。クラブベアーズセカンドダウン5。パス成功、ファースター。クォーターバック6番右に展開したワイドレシーバー14番にパスを投じまして、14番キャッチ、攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。パスを取りましたのはワイドレシーバー14番の佐藤でした。日本大学出身のルーキーです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、クラブベアーズ13点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。